んばんは。こんばんは。夜桜見に行きますで、ツイッターでね、お知り合いのゴーくんとゴーさんと一緒に千箱の夜桜をちょっと見に行きたいと思います。また後ほど。はじめまして。いや、ここなんかすごい坂道だよね。いや、いいよ、いいよ、一回下ろして、ほら、うん、大丈夫、大丈夫。本当？うん、大丈夫、大丈夫。こんばんは、はじめまして。すいません。急に巻き込み、すいません。あ、はい、結構明るくなってるから。あたこさんにしますか、それとも。あたこさんの方がバイク入れられる、もしかして取れる。桜の下では取れるかな。あ、バイクがいっぱい来た。いっぱいでもないわ、2台だ。あたこさんにする。あ、あたこさんでもいいよ。じゃあ、すいません、すいません。すんげえ斜めなんだけど、これ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。サンキュー、サンキュー。スタンド。よいしょ。先行ってもらっていいよ。うん、え、行ってもらっていいよ。ゴー君先に先頭行ってもらっていいですか。すいません、言えた。入んない。ちょっと暗くてやっぱ見えないね。ああ。なんでジーパン？なんでジーパン？てててて。て多いのかな、やっぱ行く人も。この時期行ったことないから。まあ、ちょっと土曜の夜だしね。あー、そっか。あたこさんに行くことにしました。もう一回やり直す。今先頭走ってんのがゴーくんです。で、千箱行く予定だったんだけど、結局あのバイクがね、入れて取れるかってで、ね、お祭りになってるから、あそこ出店も出てるんだよね、多分。うん、だからもしかするとバイク入れられないかもしれないんで、あたご山っていう山にね、桜が綺麗な、ここも咲いてんだけど綺麗なんでしました。気をつけてね。あ、おばら。
ね、この辺ずっと本当は咲いてて、上の方多分頂上がライトアップされてるのかなはずなんで、そっちでちょっとね場所を変えていきます。あ、いっぱい咲いてるね。これもったいないな、暗いの。暗いのね、うん、露出ちょっと上げとけよかったな、カメラの。やばいんだけど。前に行ってくれるから持っていけばいいから。着いた。あー綺麗ね、ここ。とりあえずそこ止めるか。よいしょ。よいしょ。今9時40分、桜、まあ綺麗だったね。写真も撮れたんで、でね、ちょっと長々とお話をして、もうだいぶ冷えてます。寒いです、山の上。寒いですね。あ、でも会えてよかったね。会えてよかった、本当よかった。めちゃくちゃいい人だし。で、本当ツイッターからのつながりでっていうのすごいよね。危ないよ、そこカーブだよ。そう、本当にどん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 いろんな人とね会えるといいね。で近いんで、本当ね、ゴー君とゴー君、ゴーさん、ゴー君さんは本当に近かったんで、まあこれ次からね、一緒に走りに行ける時も多いかなと思います。本当にご近所さんだった。うん、本当にご近所さんだったんで。綺麗だね、綺麗だね、いいね。ねえ、行こうと思います。あ、桜の写真載せれるかな、ここに、この辺にピンピンって。もうね、で、ゴー君さんとは流れ解散です。はい、 この辺で終わりにしちゃおう、カメラも。大丈夫、バイバイって言ってとこがいい。いや、とりあえず下で終わりです。うん、ね、この辺も昼間だとね、桜結構綺麗なんでよく見えますよ。ライトアップがね、そんなね、ライトアップってほどライトアップされてなかったからあれなんだけど、よく撮れたんじゃん。写真ちょっと帰ってみないと分かんないけど。ハザードつくのそれ。バイバーイ。というわけで
夜桜を見に行こうでした。ではでは、さようなら、バイバーイ。危ない、ガードレールぶつかんないでね。もう一回、バイバーイ。ちょっとびっくりした。夜景も撮れんじゃん、桜と夜景と。音楽入れば月も入るよ。